なんだっけ、誘導ポールとか片付けに、もう6月いっぱい誰も入んないわけだから、お願いします。お願いします。班長の指揮のもとに、レッツゴー。会長の指揮のもとに、何気にこの赤いテープ、ドンピシャのとこだよね。うわ。4月の21日の時にはもうその道しるべ出てたもんね、これ。うん、4月の27でこの辺だったんかな。60過ぎると現役ビタインと歩くと早いの、汗が出るわい。いやもう汗びっちょり。でもこれ普通ののんびり歩きなんでしょ？だよな、遅いよな。緊急なんつったら走ってくんでしょ？走らないけど急ぎます？ああ。いや、のんびりペースでお願いします。そんなのは地図も何にも持ってきてないんでしょう。いや、地図とかさ、アプリ、そういうのことさえ、そういうものさえ用意しないじゃねえの。本当だよね。この先の積雪計は何センチだい？ゼロか。ゼロだ。ゼロセンチ。今年少なかったもんな。確か、4月の21日で、1メートルちょいぐらいだったんだよね。普通だと2メートルとかあったんだけど、あるけど。少ねえわな。ああ、でも4回ぐらい。なんかこれ、新雪が積もった？昨夜かな？一回は東面登山道に、うん、赤布をつけてくれって言われて、で、つけ行ってきた。天気の悪い時だったから、こんなね、全然景色もねえしさ、つまんなかった。でも、ほんと足元も見えねえ時があって、びっくりしちゃったよ。当面登山道は、ゴールデンウィークは下ってもよかったんでしょ？雪があればね。雪があるところ。うんうん。ほんとに景色っていうか、周り見えなくて、平行感覚がなくなって、知らねえうちに倒れてんの。倒れてる。何これと思ったら、全然見えねえから、びっくりしちゃった。そうそう。まあ、もうどこもかしこも真っ白で、びっくりしちゃった。ホワイトアウトだった。そう、本当にホワイトアウトだった。どこが映ってる？ 360 度。で、この辺、キロが映ってます。映ってます。手振りは分かりますよね。上見て歩いてるとこっちですよ、これ。暑いっす。いい天気。暑いや。この雪、原も雪完全にないんだよ。
ないっす。昨日、あ、7日に行ったけど、ないです。はい。あれ、ポールなかった？どうしたで？ポールが逃げて、どうした？倒れてたわ。足を…同じくらいだったね。出てた。塔の着11時。まあ12時前に降りてこれたからいいか。これでね、2人映ってるんですよ。これ見えてる。